今日はね、いつもと撮影してる位置がね、違うと思うんですけど、これ、ね、発見しちゃいました。ここのね、光加減、最高です。なもんで今日はここで撮っていきます。で、今日は、腕トレをやっていくので、頑張りましょう。もう痛い。いやー、きついな。よし。最高に気持ちいい。よし、次。いやー、きつい。よし、次アームカールやっていきます。マジで痛い。マジで釣りそう。最高。最高すぎる。クソ気持ちいいな。しゃあ。
やばい。飛びそう。いやー、きついけど、やっぱ楽しいね。よーし。前腕、やってきます。もげるもげるマジでマジで効くわこれ本当に。これね、やったことない人、前腕を効率的に時短で効かせたいよっていう方はぜひやってみてください。すごい簡単なもんで、今みたいにダンベル持ってもらって、で後ろにセットして、で使わない、離す、離して上にスナップ、これがマジで効くんですよね。おすすめなんでぜひやってみてください。よし、今やったのはここの腕頭骨筋、腕頭骨筋って言うんですけど、この筋肉を、まあ簡単に言えばこういうリストカールの縦バージョンですよね。縦にこうやって手首を縦にしてカールするですけど、僕は縦っていうよりもちょっと斜めに、これ縦、ちょっと内側に曲げて斜めにしてやっていますね。これがねめちゃくちゃ効くんですよね。まあ僕は、まあこうやって斜めにやっています。まあ、興味があったらやってみてください。よし、もうちょい。マジで効く。よっしゃ、終わった。と思ったけど、今日ほとんど脱いでたからこのシーン意味ないね。いやー、皆さん人生楽しんでますか？新しい生活を始まって、どっちかというとこう慣れてる方とかモチベーションが低い方の方が多いと思うんですけど、僕はモチベーションが低い方とか、あとは元気がない方、何か嫌なことがあったとか、そういう方たちに向けて動画撮影をしているつもりだもんで、まあ、僕もねもちろん人間だもんで、嫌なこととかうまくいかないこといろいろあるんですけど、ただ人生どうですかって聞かれたら、自分の人生めちゃくちゃ楽しいですって答えます。本当に幸せを感じながら毎日頑張ってるので、やっぱこうやってね、飯も食えて、まあ、仕事もできて、まあ、プライベートもうまく楽しくいっていて、まあ、この YouTube もやらせてもらって、でこうやって視聴者の皆さんが見てくれてること自体がもう本当に幸せで、自分の人生に何も不満はないですね。だけどもっとね人として成長したいなっていう気持ちは誰よりも強いので、まあ、そんな僕の姿を見てもらって、
元気がちょっとでも出たらいいなって思っています。僕自身がもっともっと努力しないと意味がないと思うので、もっと頑張りたいと思うので、よろしかったら応援の方お願いします。まあ、もっとねこれから体もね心も成長していく姿を見せるので、よかったらチャンネル登録お願いします。あ、でですね、何かですね、まあ、今日こんな嫌なことがあったとか、こんなことされたとかっていう、なんか、まあ、そういうことがあったら、いつでもコメント待ってるので、で、なるべく返信したいなって思ってるので、何か嫌なこととか、不満なこととか、モチベーションが下がったことあれば、ぜひコメント欄に書いてください。まあ、なるべくね、返信するようにしますので、バンバンお待ちします。よし、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。じゃあまた。